ロートはハートだ。作ろう未来ハウスは JFE エンジニアリングと協力し、自社工場で環境に配慮して発電した電力を各拠点でシェア、 CO2 削減に取り組みます。ハウス食品グループです。私の強さを知ってください。私の賢さを感じてください。私は積水ハイムです。こんにちは。積水ハイム部会11月23日24日開催。それポラゲノールの便秘薬。そう、小粒で飲みやすいの。おまけにスルンと。スルンと。スルンと。お尻も痛くなさそうね。ポラゲノールですから。よしか。便秘にもポラゲノール。甘党製薬。ブラックフライデー開催です。セダークレスト2475円、スケッチャーズ1313円、アディダス4235円。ブラックフライデー急げ。楽天ペイで 20% ポイント還元。行ってみよう。スバルの力ない予サポート。コマズデマ北陸アイドル7部屋 in コマツプロジェクト。私たち北陸アイドル部がコマツにある7つの商店街を一生懸命盛り上げます。週末はコマツで待ってるね。乾かなくって、いや美味しそう。パーカー部屋干し大賛成です。厚手の服の部屋干しもハミングなの。匂ってないないない。ハミング消臭実感。ほらハミング出ちゃうでしょ。買取センター、骨董品の買取や品整理、空き家の片付けなど何でもご相談ください。4年以上の人。
2週間、あ、そっか、ひと晩じゃったもん。あずかに、さっき行くかって言ったけど。イベントで、12時半に来たいと思って、ネクタイ社会に行ったら、もうあれだったりした。まだ、60% ぐらい雨やと思ったか。
アスカにも注意しないと。あんなもんただの糖分過多。どうなあの水は一番よく。めちゃくちゃ体壊す。社長が俺に聞いてくることったら、うん、ちゃんと毎日寝れとるかっていうことと、うん、ね、うん、量どうやってそれしかない。でも大体そうやって聞いてくれるの？うん、社長はね。ね、なんか俺の体を心配しとる社長。だから社長なんか言うたんねえかなって。あの子にな。あんまり負担かけんといてみたいな。そんなこと言わんって、社長は。社長に言うてないって。違う。社長が。社長がいた長やろ、うん、言わんって。わからん。私今度いた長に聞いてみるわ。朝なんか、いた長さん、あんたに、これだけ言うといてほしい。何？余計なこと言わんでいいだけ。うん。この間ちょっと聞いてないんで、ちょっと、うん、西森くんも、うん、ちょっと遺伝性のものがあって、ちょっと耳が、うん、普通の人より悪いんやって言うて、うん、もう遺伝やからもう、ごめんって。ごめんなさいって言っといて。もう遺伝だけどどうにもならない。だから俺、あんまりぶっちゃけ誰とも会話したくない。紙とペン持ちたいぐらいよ。紙とペンって持ってれんわよ。そうやろ。うん、持ってれんわよ。だから喋りたくないっつってる。言われても返せない。すごいストレスなんや、ちょっとこわ。すごいストレス、ストレスで、みんな。ストレスばっかりじゃなくて、遺伝半分と、うん、ストレス半分やっといて。で前までは聞こえとったんやから、あれビュッフェになってからそうなったやろ。ねえ。でも半分遺伝なんや。うん。それは遺伝かもしれん、お母さんがそれ預かる、自分を。それ持っとるやから、遺伝やから、ちゃうんないかもしれんけど。まあ、なんか言われたらいいやん。言うとくって言われんでも言うとく。自分から言わんといてってなんだよ。自分から言うとくって、今日はさっき田中さんなんか話しかけた、でもなんかごめんなさいってなんか話しかけられたみたいやけど、何にも返事できない。なんかちょっと何言って分からんか分からんだっていうわ。そうやろ。言わんや、でも言わんや、大樹くんだ。ダメやって。勢い勝ったわ、いいや。飛ばしとるよ。飛ばしとるもいけるか。
くに言うたの。あ、そうなのってね、俺終わる。大丈夫って終わる。俺や、俺で終わるやん。いや、大丈夫じゃねえかんなや。大丈夫しか、それしかないもんな。大丈夫ねえよ。あ、こっから行くのか。当たり前。日の出やの。それでここから乗ったらとめったと思われたね。そうやな、また行って行こう行かったからな。スノーに変えたらちょっと早めに不満なんだ。何を？ブレーキ。うん？スノーに変えたら？急ブレーキは効かないんですよ。うん、スノータイヤは。ずるっていくよ、普通の道でも。多分4本で1万3000ってことはまた安もんやわい。1万3000は前払ってんな。だから前払いだ。オイル交換と一緒に払って、普通の車へ行っても4本で1万3000円じゃ買えんし、大変だ。今4本セットでも9やったら3万5万4万5万。それを1万3000円やったらどんだけダメな大変だ。今までこんなスリップするってことはグリップ感多分ないんだ。ただ目が強いんじゃなくて、なあ、ゆうこ姉さんにまた何か直してあげたいから、何かを、何かドリンクでもな飲んでって言えばいいけど、あんま変なもんやったら嫌やろ。
スク。マック。履歴番号。なあ、セットこうどこ行って言われた。なあ、テレキバーガーが食べたかった。だセットのも安いやろ。どっちかっつったら。タスクだ。ポテトと。でもほら、アスカは食べたいものしか買わず。テレキマックバーガーだけだったら300円。だってどんだけ高くてもほら。自分の食べたいものしか食いたくないってあれだから、うん、俺もどっちかっていうとさ、いくらセットの方が安いの分かってるけど、うん、これしか今はこれしか食べたくないってあるのよ、うん、お金の問題じゃない、今何が食べたいか、ね、めっちゃ気持ちいいと思うよ、前に涼しいし、その代わりバイクだったら買い物できんけどね、買い物できんけどね、うん、なんかスクーターでもいいからツーリングしてみたい。出川のあれみたいに、あれ見とったらめちゃくちゃ気持ちよさそうやもん。民家で充電させてもらって、そこからまたスタートして次の目的地まで行くって。なんか普段できんことしたいな、普段できんこと。まあでもあれもお金があるからできるだけの話だろ。あの出川の充電させてくださいっていう番組、うん、あの番組に何億か何十億かかってるわ。何億かかかってるか知らんけど、うん、やってみたいみたいなこと。スクーター満タンで一体どこまで走れるか。
じゃあ多くない。うん。なんか知らんこんな感じ。合わずにもあるし。何時や？三時。あ、ちょっと少ししたかったな。今よう考えたら。ジャランでも、あの1円鉢、あの 0.2 円、あ、そう、入れたか。 0.2 円でもいいや。怖いわ。1000円でもいいや。入らんと思ったらゾーッとする。2000、3000突っ込むわけじゃないし。スラスはそんな、1000円でも結構ある。 0.2 円やから。でも1000円で24回回らなかったらもうあかん。まあ今そんな扉開けて、首の打ち替えなんか多分すらんと思う、そんな面倒くさいこと。まあ釘があったら錆びてきたら変えるつもあるかもしれんけど、あとパチンコ嫌なのが一つはね、ゲーセンのパチンコあったら止め打ちできるやろ。何できる？お金とか頭とか挟んで止め打ちできるけど、本場のパチンコあってそれできるやん。手が疲れね。ずーっと思っちゃう。一回話してもらったらもう打ち合わせられない。まだ来ないけど。私しとったかなんかこんなやつ。こんなんたらそのとこない。それとるのに。パチンコなんて回らんかったらすぐ行きやがる。現時点でもう
現時点でもう俺は負けは許さない。プラマイゼロはいいけど、もうマイナスは許されない。絶対。遊びに行くつもりなぐらいやったらいかんわ。必ず プラマイゼロか、ちょこっとでもいいからプラスになるよ、なる気でいかなダメ。で、回して遊びました。お金なくなりました。で、それで生活苦しくなるのは嫌。ね、もしそれで自分の大好きなタバコが吸えませんってなったら、あ、救急車かなこれ。あっち。あっちや。今行かれんわ。こっちや。こっちか。こっちや。こっちや。消防車や。うわ。話戻すけど、パチンコでやめてもしお金なくなったら、それこそ俺9米でタバコ吸ってる人らに空箱持ってってタバコ恵んでくださいって言うの。必ず埋め合わせをしますみたいな。ただそんな恥ずかしいことできんか。いや、たかるよ。たかりやすい子一人見つけた。誰や。ダビッド。お、今思った。ダビッド。調理場やったらもう取り方。取り方。組み合わせするんで。レン君が吸っとるやん、パッテン。あの子も酒オンリーやから。でもあの子も肝臓の数値引っかかっとると思う。うん、なあ、うん、酒飲み出るんだよ。あれだけ飲んどる、飲んどったら絶対浴びるほど飲んどったら、そりゃ自分カード持ってきた。ああ、持ってきたよ。でも自分あれ、どうするやろ。